はいどうも、花江ちゃんのみかさです。今回は、あ、ごめん、名前何やったっけ、萩原くんや。萩原です。萩原くん。どうも。花がね。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ入社して何年目 ?2 年目です。2年目。その前何やっとったの？その前は、普通の高校生です。焼肉屋でアルバイトしてました。あれ、どっかで聞いたことあるな、焼肉屋って。はい。あの、浅井くん。浅井さんから。おう。ご紹介いただいて、おう。入社しました。え、それマジで？あ、これ本当です。え？じゃあ浅井くんの働いとった焼肉屋と萩原くん萩原です。萩原くんの働いとった焼肉屋は一緒？一緒です。うそ！そうなんです。え、そこでも浅井くんは先輩やったの？先輩でした。おお、じゃあここでも先輩。ここでも先輩です。すごいやん。一緒についていきますそういうやつ限ってついていったらいいねんすぐ裏切んねんっていうことは何、はい、じゃあ浅井先輩が言う来なよって言ったん？あ、そうです、言う来なよ。うそ、ほんまに？はい、それで入ったん？はい。入ってみてどうやった？間違えたと思った。いやいや、全然。あ、思ってない。大正解。大正解、はい、あ、ほんまに。わかった。じゃあ、なんで花業界にっていうのは、じゃあ先輩に誘われたからっていうこと？あ、はい、そうですね。あ、そう、はい、珍しい。そうですね、珍しいね。珍しいです。普通みんななんかディレクション持ってエントリーするけど、チョリースって言ってきた。そうですね、僕もちょっとあんまり考えてなくて、先に大学行けるほど、なんやろ、うん、頭良くなかった。そうですね、お勉強め頑張ってたわけじゃなかった。ああ、そう。じゃあ入社した時の感想はどんな感じだったの？はい、あの、もっと会社って硬いものなのかなと思ってたんですけども、緩いと思われるんだけど、緩い、硬いと思ってたら、うん、程よく、程よく、はい、あ、程よくね、メリハリがあると。あ、まあ、そうですね。 あれや、 2年目やね、入社。はい、あの、松本くんと一緒やね。あ、そうです。ああ、あいつ、聞く担当になったの？聞く担当に慣れてないと思います。あ、慣れてないんや、はい、あ、残念やなあの時めっちゃこう、YouTube でめっちゃ言っとったんやけど。あ、そうなんですか。うん、残念なやつやったなじゃあ、今は、担当は何？担当はカーネーション。カーネーションやらせてもらってます。カーネーションということは、さとちゃんの下で働いてると。はい、はい、カーネーションの担当どう？これ言っとくけど、はい、カーネーションの担当めっちゃ見てるからね。あ、本当ですか？当たり前やん、もう最近俺、あの、花っていいと思っていう企画で、はい、カーネーションの農家さん結構出てもらってるから。あ、そうなんですか。うん、じゃあ、あんま下手なことは言われへん、言われへんはい、はい、まあ、三大切り花の一つと言われるぐらい、うん、大きい品目やらせてもらってることに誇りを持ってます。だいぶ持ったな、はい、3大品目って菊、ユリ、カーネ。菊、バラ、カーネちょっといちょっと揉めるぞ揉めるぞ分かった。じゃあ、カーネーションじゃなかったら、はい、どんな担当が良かった？菊ですね。菊みんな菊好きやな。やっぱそうですね。かっこいい。花形やもんね、やっぱり菊は、はい。かっこいいです。ああ、浅井先輩かっこいい。かっこいいです。あ、かっこいいんや。はい、わかった。あ、競りって、はい、その、何、あの、競り人としてのなんか、ウェイってやったことないでしょ。あ、そうですね。僕らもうコロナ禍に。そうやんね、そうやんね。対面っていうのはなくて。でも、俺、あの、なにわのあの、競り見とったら、はい、名前、入ってる？あ、今その機械、うん、競りに変わってから、うん、あの、たまにたまにやらせてもらって。さとちゃんじゃないときは萩原って書いてる。あ、そうですね。ああ、そう。値段決めてやってんの？値段決めたり、うん、まあ、教えてもらいながら、ここなんぼで、うん、ああ、教えてもらいながらですね、まだまだ。でも昔のこの対面のやつ見たことある？あ、見たことあります。あれかっこいいでしょ。あ、やってみたかったなって思いました、ね。そうでしょ、はい、他の市場行ったらできるで。あ、本当ですか。うん、他の市場であかんあかんあかん、怒られるやつや俺が斡旋したみたいになるそしたらなんか失敗したエピソード。あ、仕事とか。そう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 。失敗、あ、けど、うん、入社する前に、うん、入社が確定して、うん、あの、一回研修という形で集まる、うん、僕ら新入社員3人が、うん、集まるときに、うん、だから最初のあれですよね、うん、初対面というか、うん、顔合わせで、うん、40分ぐらい遅刻してしまって、おまだそんな僕はもう硬いもんやと思ってるんで、おもうこれはやばい、もうやべ、もうクビや、もうやばい
っていう気持ちで行って、うん、だけど優しく迎えてくれて、うん、よかったです、安心しました。あ、その時は松本くんと、はい、松岡さん、松岡さん、おお、YouTube 出た。あ、じゃああの時おらんかったんや。多分そうですね、僕は。あ、そうやね、はい、あー、確かにね。しゃ、じゃあ仕事のやりがい、仕事のやりがい、うん、まあ、いろんな花、うん、見たり触ったりできることですかね、うん、やっぱり。花好きなの？あ、好きになりました。あ、好きになった。それまでは全然知らなかったです。ああ。ふんで。ふんで。わかったわかったわかった。以上やな。あの、プライベートの質問行こうか。プライベート、はい。はい、趣味。趣味、うん、買い物です。買い物、最近何買った？最近お金なくて全然買えてないです。さあな、貯金せなあかんな。はい。はい、好きな映画。好きな映画。うん。相棒。今やってる？めっちゃ昔の相棒で。めっちゃ昔の相棒な。はい、好きなドラマ。好きなドラマ。うん、好きなドラマ、ドクター X。あー、好きな女優。好きな女優、今田美桜。あー、わかった、はい。好きな音楽。好きな音楽、広く浅くです、何でも。広く浅く。はい。好きな花、自分の担当以外で、管理者以外で。担当以外ですよ。うん。開けろ。オキシ、オキシ。ペタルムブルースターってこと？ピュアブルーとか。ピュアブルースターな、はい、オキシが好きです。はい、オキシやな、はい、わかった。好きな四字熟語。好きな四字熟語、天下無双。天下無双。好きな漫画。好きな漫画、ドラゴンボール。はい、好きなアニメ。好きなアニメ、ドラゴンボール。好きな国。好きな国、シンガポール。今後の目標。今後の目標、より高く、貪欲に。はい、じゃあカーネーション農家、これ見てるでこれ見てるで。はい、カーネーションの魅力。はい、どうぞ。魅力は可愛らしい。何でも使える。ほんで。ほんで。いい。以上、2点を踏まえて、とてもいいと思います。はい、どうも。そしたら、萩原くんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。